はいどうも私でご,ざいますでございます。今回の一番の見どころは、まあ、新メンバーが2人入ってきたっていうところでねどういうふうになるかっていうところが一番の注目ポイントだったとは思うんですけれどもこのバチェロレッテで高校さん出,ら出てらっしゃっててであの福田萌子さんですよ福田萌子さんが高校さんの,その素の部分を見せたいっていうのをずっとこうテーマに挙げてたんですよ。 で一緒に結構最後の方で部屋着デートみたいな感じでしてなんか一緒にお風呂入るとかでちょっと高3がちょっといつもハスに構えてるんですけれどもなんかそんな中なかなかねいい笑顔がなかったりとかそれ楽しんでるっていうのってあんまなかった気がするんですよねあのシーズン4での一番最初の,のエピソード1の時もそんながあんまなくてですけどこのシーズン4の エピソード2の時にキュウイさんというですねパン屋さんの方があざ温さが最強みたいな人がいるんですけれどもその人と一緒にこうなんかペインティングデートみたいな何なんそのおしゃれなペインティングデートっていうのがあってその時になんかすごく楽しそうにしててなんかああいうのをなんかバチェルロレッテで出してたら。 違ったのかなななみたいなとかか思っててなんかそれをこのエピソード2でしかも9位さんに中までしてるからね <laughs> なんかもうあれって決まりやんっていうところまでおでかけてますよみたいなとこ思っててだかこう僕の中でやっぱ今回結構注目してるのは桑原さんだっけ桑原さん桑原うん桑原さんですねあのインフルエンサーの方で最年少の方とあと加瀬さんですよミスユニ,バユニバースですかで やっぱこの2人がいないとやっぱこうひっかき回し役が意外といないなみたいなあの結構自分はこ守的で人の悪口は言うけど自分からガンガンこう言ってなんかかき乱していく自信かみたいな人っていうのがやっぱ大事なのかなというふうに思っててまあこの2人はえと結構やっぱ終盤まで残ると思います。じゃないとあのー、進行というかあんまりなんかこうなんか。 結構今回多いのがなんかこう私がどうせ選ばれるから周りやで関係ねえよっていうスタイルが多いんですよ結構。でそれでそれだと結局みんなスタンドプレーで別に誰かがやってる嫉妬とかも別にしないじゃないですか。ここの2人って意外となんかこう 気にしねえよっていう風ななんですけど結構嫉妬して行動に起こすタイプなんでやっぱこの2人がいるから正直バチェロレってバチェラーかバチェラーのシーズン4が結構他のと違って盛り上がるあとはあの水着で水着とかあのめっちゃお おっぱいのも見せすぎやっていうのはあるんですけどなんかやっぱ今までと違ってベタ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 触るっていうのがそんなにないかなと高3の方からハグしたりとかあのチューしたりとか抱き上げたりとかっていうのはあるんですけど高3主導ではあっても女性からそういう風に積極的にこうくっついてアプローチするみたいなの多分禁止してるんでしょうね今回は。 あそういうのを見ててなんかこう今までよりはなんかちょっと見やすくなってるし今までの人だったら簡単に残ってたのがなんかよりんか勝手にこうあの胸の谷に今寄せてこうやってフンみたいな感じでしとけばとか手つないだりしとけば勝てるよねっていうようなことを思ってたと思うんですけど多分それが、えー、とほ今の僕が映像で見てる限りではそれがないんでそれでそれ一本で口説けるねっていうふうに思ってる人がかなり苦しんでるんじゃないかなっていうのが。 えと今回のところでございます、えー、と今回ですね、まあ、こんな感じでまたやってますけど、えー、と一番最初にグループデートを、えー、としますというところですねあちょっと待ってくださいね、えー、とエピソード2。 一番最初にグループデート全員でしましょうって言っててこれ結構思ったんですけど貸せさんですよあのミスユニバースがやっぱ私って言ったらゴージャスなデートであのチャーターのヘリであの楽しまなきゃって言ってこれ SDGs で言ったらボロクソを叩かれるやつですよ <laughs> SDGs 問題でチャーターのヘリとかチャーターの飛行機とかが一番あの酸素の放出率高いからねしかもそれをデートで使うと今のあの だと炭素の世界で言ったらありえないからねっていうねんですけどまあまあそれはいいんですけどグループデートで開放的な気分になって一緒に汗を流そうみたいなことした時になんかカ瀬さん「ああああま」みたいな感じしててやっぱこうねヒールキャラの加瀬さん本当大注目ですよゴージャスなデートがしたくて私だけでしょって言ったら「全員です今回デート汗を流しましょう」ってなった時に「あれなんかジャンボなんかチャーターヘリは?」みたいなちょっとやっぱ加瀬さん大好きっすねで勝った人はこうさんと 夜にセクシーデートできますーってなって「おい!」みたいな「おい!」みたいなこれはもう加瀬さんしかの勝たんでしょうっつっててで結構この球威、e、さんですあざと女子の球威、e、さんが結構意外と勝っててなんかそこに結構ギャップ感じてるなーっていうのがあるんですけど。 でそれであのやっぱボディメイクしてた清水さんが落ちたりとかですねインフルエンサーの若い女の子もどんどん桑原さんも落ちたりとかしてるんですけど最終的に加瀬さんが勝つんですよこれ結構意外なとこだなと思って,て加瀬さんが勝ってそれで加瀬さんがデートですよで加瀬さんがデート行く時に9位さんが同じ部屋なんですけどなんかヒョウ柄のワンピースで行くんですよあなんか私ってヒョウ柄似合うの私だけじゃないみたいな感じにするんですよ さんも肩出しで結構えげつない服装をしてるんですよね。それでなんかあのちびあれあれですよ。こう、あの加瀬さんがその夜のね。 セクシーデーデト行くわけでそしたらなんか女の子たちが集まって「どうせもらえないでしょ」みたいな「カ瀬さんない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 もし加瀬さんがもらってたらコウさんのセンス疑うわ」みたいなとか変なこと言ってて「はいどうせローズもらえないと思います乾杯」みたいな <laughs> ボロかす言われてるで、ね、みたいなこんない言いますかみたいなだからカセちゃんは結局あのデートに選ばれたけどローズもらえないから安心みたいな感じで言うててで意外とですねこの 加瀬さんってお酒は飲まないと、まあ多分体を作ってるから結構こういう人ってストイックなね一面って結構あってお酒は飲まないけどで最近まあ結構長い間昔ですね恋愛をしててその人たちとのまあ長く付き合ってたけど,どまあそれで。 外国っってなっててな別れてでここ最近はずっとミスコンに集中してましたってなってでもやっぱ恋愛したいなとで恋愛したいし恋愛先に愛があるみたいな感じでまあ結構やっぱ福田萌子さんと結構似てるなって感じがあります。まあ、福田さん萌子さんん萌子ほどきつくなくなて だ萌子さんを好きになった後に正直加瀬さん見たらちょっとまだ柔らかいなって感じるところはありますよ。あのプライベートの時も萌子さんはきつかったですからね。結構なんかこの加瀬さんと2人デートの時にはなんかこう。 加瀬さんの柔らかい、まあ、いいま意味ででの素直ってやつですよね。なんかそういうのがあって「ローズもらってておお!」と思ってちょっと僕も拍手しましたからね「<laughs> あ加瀬さんもらうんや」みたいな感じでもらっててそれもローズもらってこうやって「ははははどんなもんだ」と「もうこれはうまい酒飲めますよね」っていうふうに思っててまあでもなんかこのなんかこういい感じのデートだったんで加瀬さんは。 やっぱ結構最後まで残るんじゃないかなっていうふうには思いますねだから桑原さんですかねインフルエンサーの女の子はもっとこれから頑張っていかないとちょっと残っていくのがきつくなってきそうな気がしておりますであの新メンバーがですねあの入りますっていうことでまあ,、まあ、あのエピソード1の時に。 お口されてたんですけど、えっと、木下まりやさん24、26歳で、えっと、会社経営者でございます。で、イー・ギューリムさんですかね。で、この方、28歳で通訳です。まあ、エピソード、シーズン3ですかね。シーズン3に出てたみたいで。で、で実際、この。 えっとですね、木下さんってあのソルトという会社の代表で高3、まあ、と同じライン俗に高3ってと,あのとんでもないあの上級国民って形になると思うんですけどそこと同じに型を並べるぐらい、まあ、結構すごい方で,で26歳でね若いくてその社長で、まあ、プレスで知っててって多分とんでもない方なんでしょうねきっと。でそれで話してて、まあ、経営の話を結構私したいとかあの私結婚したいために,にもう。 会社経営してるみたいな、まあ、こうやってけ会社してて、あのフィナボッチだったりとか、いろんな形で不動産とかいろいろしてて、もうね、配当だったり、不労所得収入だけで安定してたらば、あとはね、もう何もしなくてもいいよみたいな、結構差額の何億ってかね、S&P500 だったりとか、全株式の EMAX みたいなのとかに入れのぶち込んでおいて、もう勝手にふくりで増えるとかですね、自社株のところがどんどん上がって、でそれだけで配当に生き残れるとかですね、まあ、そんないろいろあるんです。まあそれ多いと なんかそういう話ができるぐらい結構すごい人が来てるっていうことですねであの2回目のデートでございます2回目はクルーザーでエメラルドグリーンの海を満喫デートということで今回3名選ばれますねで3名選べる中で、えっと、清水さん、えっと、ボディクリエイターの方ですねで9位、えっと、さん、えっと、パン屋さんですねで小口さんですねこちらがえ指原さんとの,の友達で最年長の方プラス新メンバー2人来きます大ブーですよブーですよ でございますでえー、といやこの時に、まあ、まずリムさんと一緒カヌーデートしましょうって形とで木下さん新しいメンバーですねでその時に結構経営の話とかしててでもなんかこう合わないなってなんかちょっと感じてて「あれ?」みたいな。 あれみたいな,なんか経営の話をするってなると楽しいけどじゃあ恋愛ってどうなんみたいな感じで思っててなんかちょっとここでは合わないのかなみたいなちょっと結構あざといというか結構計算高いのかなっていうふうに気にもあのせいは思ってました、うん、でその後にもうちょっと雨降ってきて終わろうかなって話したんですけどそしたら QE さんとアフターデートって感じで来るんですけどなかなかビキニがなんかエロいんですよ水着が何ていうんですかねその露出してるエロさじゃなくてなんかこう。 な,なんかこう色合いとかはちょっと地味なんですけどそれでもなんかこうあざとさ挽回の。 で「うわーみたいなでそれなんかドレスペイントデートをしましょうって何って言って白いシャツをお互い着てなんか手にペイントをつけてなんかそれで塗りたくり合ってそれでなんかこう白シャツのところこうなんかボディーペイントみたいな感じでしてなんかそのシャツをプレゼントしますみたいな,な背中に「ラブ」って書いたりとかもうペタ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 ,ペタ触る下手しいおっぱい触ってますよおっぱいお尻足布団を触り放題ですよこなでそんな、まあ、て こ、ねね、っぺんに宙張りしておりますから、まあ、これだけここだけ見たらもう9遺産が最後まで残って9遺産とカップリングっていうのがなるのかな、まあ、多分ここが一つのラインだと思うんですよね。一、うん、一つの一応ラインという形になったら多分やっぱ9遺産のねその懐の深さとかあのいろんな。 扱いいい方っっっててううののはやっぱ上手いのかなというふうに思ってます、ねまあこれでまあどういう人が対抗に出てくるかっていうのはちょっとね今んとこはなかなかないし、結構僕の中で思ってたきなこさんっていう社会学者の方がいてこの人はかなりダークホースだと思ってるんですよ。開始前の時から思ってたんですけど社会学者大阪弁天然ってこれ結構なんか熱いと思ってて、まあ、中野信子さんも。 結構ね頭が良すぎると思うんですよだ高さんとかよりとかまあ、ここにいる女性よりも誰よりもその IQ っていうところで考えたらもう頭1個も2個も抜けてて高さんのが多分理解できないような話っていうのを多分してきて人間性の懐の深さ僕きなこさんが結構熱いのかなと思ってるんですよねで次に、ね、カクテルパーティーがスタートだっていう形ですね でまずは、えーとーまあ、どんどん話していきますよっていうところで、まあ、結構多かったのは桑原さんが何か、まあ、こうしてて置いて。 こう寂しくしてたら声かけに行くって後で喋ろうみたいな感じでやったりとかですねで結構この一番の結構のポイントのとかきなこさんですよでなんか結構天然な感じでエピソード1の時はほとんどあの会話っていうかそういう注目ポイントはなかったと思うんですけどまあその時に結構私めっちゃバチェレロレって見てるみたいなめっちゃ関西弁で,で天然なんですよでもめちゃめちゃ頭いいっていうのはもう多分感じててもうきなこさん惜しいかなこの中で言ったら。 加瀬さんきなこラインで僕ちょっと行こうと思います。でえっ、ー、とまあそれで最終的にです、ね、清水さん山口さん木下さん松木さんがえっ、ー、と最終的に残って今回3名脱落するんで,で最終的に小口さんが残って、えー、と清水さんと木下さんと松本さんがえっ、ー、とこの場を去るという形になりました。ももううちょっっとと確かかに清水ささんん見たかったなと思うし、えーとね、松本さんもまあうーん ななんでリベンジしたのかなっていうところも腑に落ちなくてちょっとね指子さんも言ってたんですけど木下さんがちょっと作戦,が悪か作戦使う手がなんかバチェロレってバチェラーが誰か知らなくてこうさんが選ばれだったってした時に正直 k o さんじゃなければよかったって言ったんですよ。これあの福本伸之先生の「トレ側っていう漫画ですごく思い出したんですけどあの一回ディスるんですよ。 ディスっった後に持ち上げるるていう技があるんですよねでそれって利根川でもそれがあるんですけれども一回ディスって落ちた時に新幹線のトンネルに入ってそれであの悪口だけ言って終わるっていうシーンがあってそれと全く一緒だなと思ってでその木下さんが「あこうさじゃなきほ方がよかったな」って言ったんですけどでもそのって挽回してこう持っていってだけど私のこと最高のパートになると思うよって持って行きたかったけどその瞬間で坂東さんの鈴ですよ。チリンチリンチリンですよいやもうこれ これれはに溺れるなってもう多分、うん、もしそこをちゃんとやってたら小口さんの方が落ちてたと思うんですけど多分小口さんは結局し子さんの友達っていうのところで、まあ、残すのかなと思いますよある程度やっぱ小口さんとあー桑原さん9位さん加瀬さんでこれからきなこさんですかね、まあ、ここのラインで結構話が進んでいくんじゃないかなって個人的には思っております。はいといととうことで今回ここでで今回 割とって次はエピソード3ですね楽しみにしていきたいと思いますそれでは失礼しますバイバイ